フィットネスクラブ。フィットネスクラブとは、会員の健康維持や健康づくりのための運動施設と専門指導員を有する民営のスポーツクラブである。日本の経済産業省の特定サービス、産業実態調査におけるフィットネスクラブの定義は、室内プール、トレーニングジム、スタジオなど、室内の運動施設を有し、インストラクター、トレーナーなどの指導員を配置し、会員に、 スポーツ、体力向上などのトレーニング方法などを教授する事業所とされ、室内プールの他に、室内運動施設を有しない事業所は除するとされている。大手のスポーツクラブには、アメリカのゴールドジム、ゴールド、S ジム、イギリスのなどがある。2008年の市場規模は、約2940億円、会員数の合計は278万人であり、 今後さらに成長すると見込まれている。大手のフィットネスクラブには、セントラルスポーツ、コナミスポーツクラブ、ティップネス、ルネサンスなどがある。その他主要なフィットネスクラブについては、日本のフィットネスクラブ一覧を参照。事業化が始まったのは1970年代である。日本レスリング協会会長、八田一郎が1970年、 新宿に建設したスポーツ会館がその草明けと言われる。TAC イコール東京アスレティッククラブが昭和45年に日本で最初に生まれた会員性総合スポーツクラブと言われる。1980年代になると余暇の多様化やバブル景気と相まって企業の子会社によるクラブが増加した。また既存のスイミングスクールが業用を拡大して、 参入するケースも見られた。1990年代になるとバブル崩壊の煽りを受けて多くのクラブが経営不振に陥った。さらに事業の再構築の一環として福利構成の見直しが企業において進められた。結果、中小クラブの営業権を大手クラブが買収、譲り受けする形で整理統合が行われた。株式を公開、上場するクラブや 逆に投資ファンドの標的となるクラブも現れた。2000年以降は、ダイエットやアンチエイジングに代表される健康ブームの広がりに、加え、いわゆるメタボリック症候群への関心も高まり、施設は再び増加傾向にある。小型の施設が増加しているほか、鉄道、流通など医療士からの参入もあり、さらには、海外企業も進出してきており、競争は激しくなっている。 室内プールトレーニングジムスタジオの3つが最も基本的な施設である。ゴルフやテニスやダイビングのスクール、フットサルのコート、レストランを併設する店舗もある。また近年はスパやサウナ、マッサージ、エステなどリラクゼーション施設を兼ね備えたスポーツクラブも増えている。スポーツクラブで必要なウェア、シューズ、バッグ、スイムウェア、飲料。 サプリメントなどを販売する売店を併設する店舗もある。建物は自前や建て貸しが多い。これはプールや浴室で大量の水を使用するためテナントとして出店する場合はあらかじめそれを見越して給排水設備やボイラーを設計してもらう必要があるかである。小型店の中には雑居ビルのワンフロアに施設をまとめシャワー室を排した施設もある。 立地条件としては、駅前などの交通支弁なところ、大都市圏に多い大型ショッピングセンターへの併設、雑居ビル内、幹線道路沿いなどがある。主なサービスとして、インストラクターが付き添い会員に、個人指導を行うパーソナルトレーニング、会員各自の体重や体脂肪率に対する、あるいはお腹を引っ込めたい等の目標達成のためのトレーニングメニュー作成と、 そのフォロー、トレーニングウェア、靴、水着、タオルなどを貸し出す用品レンタル、会員の身長、体重、血圧、体脂肪率、筋肉量などを測定する数値測定サービス、会員の運動や健康に関する履歴をコンピュータで記録、管理するトレーニング管理などがある。エステサービスを導入しているところもある。使用する用品を置いておくための、 ガツ契約ガシロッカーがある店舗もある。多くの場合、入会時に入会金を支払うほか、ガツ単位の会費を払う、数千円2万円程度が多い。ただし、キャンペーンと称して、一定の条件付きで、入会金無料や、1ヶ月分のガツ会費が無料となる場合もある。福利厚生への対応として、企業の社員や健康保険組合の組合員を対象にした。 法人会員制度を設けている場合も少なくない。会員種別は申し込んだ店舗のみを何時でも利用できる会員種別が基本だが、種々の制約、年齢制限、時間帯制限、利用時間制限、曜日制限、利用可能プログラム制限を条件に基本的な会員種別よりも会費を下げて会員獲得を行う場合もある。また、 基本的な会員種別よりも高くなる場合が多いが、同一運営企業の多点利用を無料あるいは追加料金を払うことで認める会員種別も存在する。運営企業によっては、相互利用と称して、提携している他運営企業のスポーツクラブを無料あるいは追加料金を払うことで利用できる場合もある。パーソナルトレーニングや会員個別のフォロー。 用品レンタルなどのサービスは、活回避のほか、追加料金が必要な場合が多い。店舗や立地条件にもよるが、平日、土曜日は9時頃から22時頃、日曜日は10時頃から18時頃が一般的。大都市圏では出勤前需要を取り込むため、7時頃から営業を開始する店舗がある。また、会社帰りの需要をできるだけ多く取り込むため、 24時頃まで営業する店舗もある。店舗によっては24時間営業を行うこともある。インストラクターの指導のもとに行われるプログラムはグループエクササイズ、レッスンとも呼ばれ無料で受講できる場合が多い。時間は30分から60分が中心である。スタジオプログラムは 自社開発のオリジナルプログラムプログラム開発会社のプログラムインストラクター独自のプログラムなどがある。スタジオで実施される主なプログラムには、エアロビクス、ステップエクササイズ、格闘技エクササイズ、ヨガ、パワーヨガ、ハタヨガ、ビンヤサヨガ、ホットヨガなど、ピラティス、ダンス、ラテンダンス、フラダンス、ベリーダンス、ヒップホップ、フラメンコ、ジャズダンス、ズンバなど、バレー、チアダンス、体操、 新体操などがある。また、プールで実施される主なプログラムには、栄法、クロール、ハイエー、平泳ぎバタフライ、アクアビックス、アクアウォーキング、フィンスイミングなどがある。各プログラムは参加者の習熟度に合わせて、初級、中級等に分けられているところもある。従業員のほとんどはインストラクターである。外部契約で、レッスン業務に従事するインストラクターもいる。楽しく、 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。